Hello, this is Hiroshi Hayashi Hamamaseri Japan. In this video, I would like to talk about the mystery or mysterious connection between gods in Zoroastrianism and Japanese Shintoism. In Japanese, 皆さんこんにちは。今日はゾラスター教と日本の神教ですね。まあ、わかりやすく言えばアマテラス大神との、まあ、謎の関係についてこのビデオの中で話したいと思います。まあ遠い昔、まあこれは余計なことですけども、まあ、2種類の神様を大きく分けてね、この地球を支配していたと考えます。一つはですね、まあ、星を神とする、まあ、神々ですね、まあ、神々というか、まあ、信仰する側からすれば星が神様だという神ですね。それがシュメールであり、また中国の陰州、そうですね、中国が大体星ですね。これは神を表すシュメールの文字ですけども、星なんですね。読み方はディンギルと読みます。で、ディンギル、シュメールの神ですね。で、まあ、人々は星を、まあ、神と見立てて、まあ、信仰してたわけです。その一方で、今度は太陽信仰というのもあるわけですね。これはまあ、ゾラスター教、それからそれに続くミトラス教の、まあ、神というのは太陽神。日本でも、まあ、太陽信仰ありますね。それについて、まあ、これから述べていくわけですけども、まあ、日本人はその太陽、まあ、日本人はというか、まあ、太陽を信仰していると。で、今日の物語はこのいわゆる太陽信仰の話なんですね。太陽の神の話なんです。で、それはもう誰かというと、もう言うまでもなくアフラマズダーなんですね。まあ、ゾラスター教の、まあ、最高頂点にいる神様ですね。アフラマズダーです。で、このアフラマズダーから、まあ、についてはですね、まあ、今日は少しこういうふうに文章を多くしましたですけども、アフラとアスラ、アシュラとは、まあ、語源的な同一であると。もちろんバルナなんですね。最高神はバルナ、これがバルナなんですね。で、その後ザラスシトラという人が出てきて、まあ、ゾラスター教にまとめるわけです。バルナ、ちょっと頭の中に入れておいてくださいね。で、バルナという人の中から、まあ、そのゾラスター教の中から、まあ、ミトラという人が生まれて、キリスト教の元になる宗教ですね。ミトラ教を作るわけです、まあ、作るというか起こすわけですね。そしてこのミトラ教が後に弥勒教、弥勒菩薩とつながっていくわけです。で、大日如来もですね、バルナ、いわゆるまあ、ゾラスターの神のね、バルナーから来てると。まあ、これ語源的にも大日如来も起源を、まあ、ゾラスター教に求めてるんだと。そしてミトラは今言いましたように弥勒信仰、いわゆる密教へとつながっていくわけですね。で、アフラマズダーというのは7大天使を持っていると。そしてまあいわゆる自然崇拝、それから善悪、二元論の神様なんですね。そしてアフラマズダーは7人の神があると。まあ、一応書いてみますと、この1、2、3番目って、まあそういった神様がいるというふうに、まあ、ここでは考えてくだされば結構です。アフラマズダーを補佐する7神ですね。全神ですね。全の神々です。ここにいるのは。悪の神々もいますけども、そして全の神々がいると。で、この赤い字で書いたのは、これ女性なんですね。で、まあ、この女性が一人いると、こちらの七神の方にはですよ、女性が一人いると。ということをまあちょっと注目しておいてください。まあ、ごめんなさい、もう一人いるんですけどね、ハルワタートという人もいます。この人はだけども、まあ、水の守護神であるということで、太陽ではないということで、ちょっと外しました。あれから、先ほどの人とは違うんですね。2人いる。で、もう1人、その他の神々の中にもう1人女性がいるんですね。アナヒーター。これはミトラの神様、お母さんもアナヒーター。アナヒーターが処女でミトラスを産んだという説もありますので、まあ今回はちょっと考えないでおきます。アナヒーター。その5番目にミトラがいるんですね。で、ミトラと弥勒菩薩、関係あるかというのも大いにあるんですね。で、この弥勒菩薩は、日本では聖徳太子、そして空海へと、まあ、大きく関連性を持っていくわけですけども、もともとはマイトレイヤーっていうんで、これは私の意見ではなくても、すでに歴史的に証明された事実って言いますかね、
で、ミトラが中国でミレイになって、ミレイがミロクという漢字を当てられて、日本ではミロクとそれを読むわけですね。で、まあ、7人の神々、アフラマズダの神々をこう並べてみるわけです、ずっと。で、左が 7人の神々ですね。で、ミトラはこの右のその他の神々の下から2番目にいるわけです。で、まあ、この時は最初はそこだったんだけど、やがてミトラというのは力を持ってくるわけですね。そして、まあ、ゾラスター教と並ぶまでの力を持つようになるわけです。まあ、序列的にはこういう表ができるわけですね。そこで、まあ、スプンタ・アール・マティが、これが女性であると。で、私は最初ですね、これが日本の、女神、いわゆるそのアマテラス大神と関係があるのではないのかなというふうに思ったんですね。で、まあ、もしそのアマテラス大神がゾラスター教、ね、アフラマズダの中に関係しているとしてれば、この女性ではないのかなと。スプンタ・アール・マティですね。スプンタ・アール・マティ。まあ、覚え抜き名前ですけども。で、まあ、私はこの神が日本へ来たんじゃないのかなというふうに考えて、仮説を立てて調べていったわけであります。そこで、まあ、日本の古代史という本の中を見まして、じゃあ日本の神々も調べてみる。まあ、これはもう古事記に、まあ、代表される書物って分かってるんですけども、まずね、私何に驚いたかというとね、実はね、この本を読んでここに驚いたんです。この地図に驚いたんです。どうしてかというとですね、いいですか、皆さん。この丸、これから丸をつけるところを見てください。島と書いてあるでしょ、これ。あのね、本州に住んでいる人がね、自分の国をね、島だと認識するってことはね、ありえないことなんです。これ、日本という、まあ、今はね、社会科の地理なんか、まあ、地図で見てわかりますけど、古代の人、それから江戸時代の人にしてもってね、島は島ではありますよ。しかし、本州を島と表現するっていうのはね、宇宙から日本を見たことがある人しかできないんです。私もですね、学生時代終わるまでね、本州は島ではないと思ってましたから。日本は島国だと言いながらも島だったんです。だからこの島と表現した人というのは、すごいなんて言いますか、高いところから、視野から日本を見た人、すなわち神、もっと言えばエイリアンしかいないわけですね。宇宙船で地球を見る人しかいないわけですから。で、まあ、これは日本の神を七代という人たちの姿なんですね。そして、まあ、こうして日本の神々も生まれたんです。そして、まあ、ご存知のイザナキンの神とイザナミの神とがいるわけですね。この二人が子供を作っていくわけであります。そして、イザナキ、イザナミの神様ですね。そして、それはちょうど同じようにね、7神、6神というふうに、まあ、13神を持つわけですね。これがゾラスター教の神の、さっき言いました、神と数と同じなんですね。そこで私、イザナキを一番上に置いて、そしてイザナキからアマテラスとスサナオと、もう一人生まれるんですけど、まあ、2人お姉さんと弟が生まれるわけですね。で、私はもう当然アフラマズダを第二治療来に置きました。置いて考えてみたんですね。そうしますと、今度はヴァルナ、いわゆる、まあ、ゾラスター教でいうヴァルナですね。あ、ごめんなさい、ヴァルナが第二次の神ですからね。アフラマズダはあくまでもその下にいるというか、でアフラマズダがいるわけです。で、日本的に考えるのは、ヴァルナが第二治療来で、アフラマズダがそれに続く神々ということになるわけですね。そこでもう一度その先ほどの表を見てみまして、この中で、女性を誰かっていうんですけど、スタンプアールマティだと。で、この表と、それから日本の神々の表と並べてみますと、まあ、類似点があるようでないよ。それではそれぞれ自然をね、分担して、いわゆる日本の何々大臣というようにやってるんですけども、一点が見られないんですよね。一つはこう無理にこのなんて言いますかね、日本の古代史を天皇家に結びつけようとして、何かこう事実を歪めてるんじゃないのかなっていう部分も、やっぱり感じましたですね、私も。で、もう一度最初からリシャッフルしてやってみましょう。アフラマズダがいると。そして、これは、まあ、ここにミトラがいると。で、置き換えてみますと、上が大日如来で、弥勒菩薩。これはアフラマズダが大日如来ということは、
署名されて、弥勒、ミトラも弥勒菩薩であると。これはもう動かしがたいというか、もうこれは動かないんですね、赤いところは。で、他のところはどうかと。そうすると、大日如来はそこを置いて、数を合わせていきますと、イザナギがここにいると。ところがそこにアマテラスはいないから、いるとしたらこれがアマテラス、女性、この場合、この場合、アマテラスが女性一人ですからね。ということで、まあ、ここの、謎がここまででちょっと中途半端で今日はここでありますが、ここが、まあ、エルブラスさんですね。ゾラスターの、その、聖地ですね。ところが伊勢神宮と。で、この線をつないでいます。で、この、ここでまた奇妙な事実が浮かんでくるんですけども、エルブラスさんと伊勢神宮。で、その途中にですね、ここに、コノミアというところなんで、まあ、こう、比叡山があって、で、右、左の方がコノミアなんですね。元伊勢とも言われています。もともと伊勢神宮 の, あの元はここにあったんですね。それがあの1300年前に現在の伊勢神宮の伊勢市に移ったわけです。でちょうどこのほぼ直線上にあるということなんですね。あのゾラスターの聖地と。これは元伊勢、この宮、神宮と書いてありますが、神宮、大神宮、この宮と書いてありますね。これは天の橋立の、麓というか付け根のところにあります、ある神宮、あの神社なんですね、神宮なんですね。で、まあ、私とワイフここ行ってきまして確かめてきましたが、まあ、ここでは新しい事実を発見することはありませんでした。ただここから伊勢神宮へ行ったと。でやはりこう線引いてますと、先ほど言いましたようにエルバスとつながっているとということなんですけども、実は大きな謎という、まあ、謎というかね、はここから始まるんですね。で、まあ、今回はアマテラス大神が誰であるかということは特定できませんでしたけども、謎はちょっとここでペンディングにしておきましてですね、もう一度その、なんて言いますか、いわゆるその、ここを見ていただいたんですけども、16門の花っていうのは珍しいんですけども、これはバビロニアの紋章、紋章というか門に書いてある、門の上に書いてあるんですね。これはキングツツ、ツタンカーメンの墓の中から出てきた紋章なんですね。これも16花弁なんです。そしてですね、これがヘロデ王の門の上に飾ってある紋章なんですけども、これも16なんですね。まあ、16という数はそういう数なのかなと思うんですけども、もちろんご存知の天皇家の紋章も、あるいは伊勢神宮の、紋章といったらいいのか、家紋もやはり16紋なんですね。ということで決して関係がないわけじゃないんですよ。まあそういうことで今回これを調べてみたわけであります。まあ次のビデオを見てくださりますとね、ゾラスターと日本の神々が深い関係にある。それのことには直接触れませんけども、ということを理解していただければと思います。まあ、そういう、いわゆるなってますかね、日本の神々もね、日本だけのこの日本列島という小さな島国の神ではなくて、世界にまたがる、あるいは宇宙にまたがる、もっとスケールでかい神であったということを皆さんに理解していただきたいと思います。Thank you very much for watching and see you next time. Bye. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsuri, Japan.Today, I would like to talk about the mystery of 16 petals chrysanthemum. This is a story about the protector of gods. In Japanese, 皆さんこんにちは。今日もまた神々の使っている分度器の話をしたいと思います。これは世界の謎と言いますか、謎の点と線をつなぐ上においてとても重要なことなのです。で天皇家の紋章は菊の紋章です。16花弁があります。そこで菊をいろいろ調べてみたんですけども、16 の, 花弁を持っている花っていうのは、菊というのはないんですね。私が調べた限りないんですね。これが一番近い14ですけども、これは30あったのかな ?30 ですね。30枚あります。で、どの菊を持った、まあ、菊にもいろんな種類がありますから、どれを持って16と決めたかということが私は、まあ、謎に思ったわけであります。まあ、これなんか近い方ですけども形が似てますね。しかしやっぱり11枚なんですよね。これは申し訳ですけども、しかしこの菊の紋章は16枚なんですね。そこで間にねちょっとこうもう一つねこう点があることにちょっと注目しておいてください。これが後で重要な意味を持つようになります。
で、これはバビロニアの壁画に残っているもう菊の絵ですけども、多分ね、菊だと思います。花の絵ですけども、16枚なんですね。それからこれがツタンカーメンの墓から発掘されました紋章なんですけども、やっぱり16枚なんですね。ツタンカーメン王ですね。それからこれがヘロデの門の紋章なんですけども、これ16枚。周りに32個の円があることに注目しておいてください。そしてこれが天皇家の菊の御紋ですね。やっぱり16枚なんです。どうして16にこんなにこだわっているかということなんですね。そこでもう一度ヘロデ王の門、クレストオブヘロデゲートを見ますと、誰がこれを菊だと花だと言い出したかということなんですね。誰かがそう思い込んでいるだけじゃないでしょうか。そして学研の超古代文明の中にはですね、厳密には16件ではなく8件、12件、とバリエーションがあるって言うんです。8弁、ごめんね、12弁とね、いわゆる16だけじゃなくて8、16が、12があるって言うんです。私はこの数字に注目したんですね。16、8、12、よく見てください。いいですか ?16 と8と12の最小公倍数は、いいですか ?48 なんですね。で、この48を見たときに、ビビビビッとこうなっていますか、頭の中で別の分度器と言いますか、ひらめいたわけです。それは以前調べました。これがフリーメイソンのシンボルマークです。で、このフリーメイソンのシンボルマークは分度器を表しているんですね。直角定規とコンパスありますが、漢字の分度器がありません。そこでこれは分度器を表している。そして数えてみますと48なんですね。ちょうど先の紋章の倍ということになりますけども、180度分で48度ですからね。しかしここで48という数字が出てくるわけです。そして、全体で見ると96ということになるんですけども、96という数字はいかに優れた数字かということはですね、360度よりも優れてるんですよ。2で割って5段階まで割ることができますから。そしてこれがエイリアの使ってた分度器ということになるわけです。360度をですね、96分割しているわけです。そしてこれがですね、いろいろダビデの星ですね。六芒星というのは中が埋まっているそうです。これダビデの星ですね。で、このダビデの星というのは、ちょうど間が、ね、120度、非常に分かりやすく120度を示すようになっているわけです。まあ、120度、60度、30度というのは、今まで私が謎の点と線を調べてきた間において、常に出てきた角度なんですね。というのはですね、エイリアンたち、あるいは神々でもいいんですけども、90度、45度という人間のような直角単位 の生活様式ではなくて、30、60、120という、ちょっと人間とは違った角度様式といいますか、基本角度に応じて生活をしているわけです。こうして16の花弁ができるわけです。花弁というか、方向性ができてくる。そしてそれに間にもう一つ点を入れる。この点なんですね。この点が、先ほど申し上げました天皇家の、菊の御紋と一致するんですね。じゃあこれだけなら偶然の一致じゃないかと思われるかもしれませんけども、もう一つ点を加えてみますね。こうしますと、なんと、この紋章ですね、わかりますか。これも周りに点がありますね。これが32個あるんです。いわゆる16の2倍の32ということになるわけですね。そしてそれをまたさらに分かりやすく、60、60、60で割って、そして2つに分けますと、これがダビデの星へとなっていくわけであります。このようにですね、私たちはこれを紋章であるとか花であるとか、あるいは別の意味を考えますが、何のことない、ただの分度器。もっと分かりやすく言いますと、エイリアンあるいは神々はこの紋章と言えなくて、なんて言いますかね、分度器で書ければ分度器ですけどね、を使って自分たちの方向を知ったということになります。これは私が書いてみた絵ですけども、エイリアンが人間たちに今ね、方向を教えているところですね。あっちへ行けばテオリワガンだ、こっちへ行けばいいかギザ行くんだぞというような感じで教えている。そのことはこれから申し上げます301号を見ていただくともっとよくわかると思います。どうかご覧ください。 Thank you very much for watching and see you next time. Bye. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsuri, Japan.
Have you ever thought about a map aliens used to use in ancient times? This is a story about it, as well as a mystery of David's star. This is the David's star, so-called David's star, which was found in Israel, somewhere in Israel. This is a story about it, and I'll tell you what this is. This is a David's star, six-pointed star, and 12 dot and around the David star. Anyway, ladies and gentlemen, this is the David star, and I draw a line like this, and you may have many right triangle like these, like this. This is a isohedron map, the most advanced map for humans, but it is too difficult to use for human beings. This is a right triangle, and I draw lines like these two again, and this is the David star, and this indicate the map of aliens. Here is the right angled triangle, and another one is here. Now you know where the David star came from. And now divide the star into 4 and into 12 section. Each angle shows 30 human degrees, and each point shows 5 human degrees. Of course, they use a different system of numbers. This is the David star, as you know. This is, again, an isohedron map. Some people use it because it is very useful to know the place and position and the direction and the distance. And I'll show you some examples very soon in this video. This is also icosahedron map. Sorry, my English is a bit poor. Yes, like this. And each point has a direction mainly 60 degrees and 120 degrees or 30 degrees. The degrees of these degrees are very sort of I don't know why, but they use sort of degrees. This is Westport, the sort of very important dead end point, and this line we go to Mohenjo-daro at the angle 90 degrees, Hawaii, Maui Island, and East Island. And Gizeh, just 60 degrees. Okay. This is one of the examples. Another one is from here, Hawaii. As a matter of fact, Maui next to Hawaii, and to Teotihuacan, Gizeh, Namado, man-made island, and Tahiti, Moria Island, as a matter of fact.
And this line we go to 90 degrees. Oh, the thing angle 90 degrees. And this is Giza and East Pole. And on the way, Mohenjo-Daro and Prehevihear. North Pole, the angle is 60, and Uluru, Ayers Rock in Australia. As a matter of fact, Kata to Utah. Mount August. And Yonaguni. Yonaguchi is a sort of very strange, which was made, one man-made island. And Prehevihear. And 60 degrees, line of 60 degrees, we go to Teotihuacan directly. And 120 degrees also. This is down to South Pole and up to North Pole, the North Pole. And at the angle of 120 sharp, the line will come to Cross Point China, which is a datum point for Asia as well as for Japan. Very important major datum point. And this is Giza and Nazca, West Pole. Also another datum, very major datum point in the west, in Avery. This line will go to Avery near Stonehenge, 120, 30, 30, and 60. And Nazca, East Island. And this time we go to Giza on the other side and Uluru, Australia again. The angle is 30 degrees. These are just some of the examples. And I'm sure this shows a sort of a signboard or a direction board or sort of a map for aliens, which shows the directions or sort of a yes, it works as a map. Sorry for English, because this morning I'm very tired and it's very hard for me to think in English. So I ask you, have you ever thought about the map alien used to use in this ancient times? Do you think they use the same map as we use now? No. Here is a story about it. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsu, Japan. Here in this video, I'd like to talk about the mystery of Angelus on the Earth. This is East Ireland, Giza. Here is an angle of 120. And the story of this video is a mystery of 120 degrees. This is Giza, Egypt, South Pole, Dunfern, Tonko in Japanese, and Inkyo, Inshu, 120 degrees. There are so many 100 degrees and 60s and 30s and sometimes 45. Often we can see 90 degrees in the east around Japan and China and Korea. This is Mohenjo-Daro. This is 120 degrees. These are only some examples of the 120 degrees mysteries from the South Pole, which indicate that the early beginning of the history, aliens base or alien studied their history from the South Pole, and soon they shifted the signboards to Nazca, and after that they shifted again to Teotihuacan, and they used Teotihuacan as their hub international airport for the alien pilot, ancient pilot. And this is Mount Alban and Palenque 120. And Kata to Juta, or near Ayers Rock. And this is line to Teotihuacan. And Prehevihear. 120
120. As a matter of fact, 121. Maybe the data point is a bit maybe shifted, I don't know. Maybe I'll leave this at a mystery unsolved like this here. Also 120 degrees. Katatu Juta. This is the line to Teotihuacan, blue one. This line will take you to Teotihuacan, Mexico, and this is cross point east. And to the line will take you to Nazca. This is cross point south of Pacific, sort of a datum also point in South Pacific and USA, 120 degrees. These are only very, very some examples of the angles. They use these angles in everywhere, Blyce, Calcare, and Serpent Man. Oh, these three are exactly on the one straight line. Exactly one straight line. Examine it by yourself. Why do they use such and such angles all over the world? Here is the answer. Please see the following video. Thank you very much. See you again on video number 129. As far as I know or I have examined, aliens are having been using such and such map. So different type of map. From which, from sort of the map which we use now. Anyway, I'd like to talk about a little bit more about aliens. Sorry, in Japanese. 皆さん、こんにちは。まあ、こうして見ていきますと、正二十面体が考えられるわけですね。まあ、正二十面体の地図が、ですね、人間が考えなかったわけではないんです。過去にはあるんですね。非常に合理的で、距離位置関係、距離もよくわかるんですけどね、こうした地図、それをさらに、この、正三角形になるんですけども、さらにそれを、細分化して細かくすればですね、場所が特定できるということですね。まあ、人間は一番今使っているのがメルカトル図法という、地図を使ってますけども、まあ、それは人間にとってすごい良かった。人間はやっぱり90度、90度というのは好きなんですね。しかし、エイリアンはちょっと我々人間とは違った感覚を持っているんじゃないかと思います。すなわち、六角形ですね。あるいは30、60、120という数字を好むんですね。またそういう単位で動いている人たちじゃないかと思います。まあ、こうしてこうぼんやりと眺めてますと、あちこちで線が重なるのが分かるんですね。で、まあ、人間だったらこういう、なんて言いますか、位置関係は作らないですね。まず南極、東極を分けて、そして、経度の、経線ですね、それを引っ張って、今度は緯度のね、引っ張って、それでその、縦割り横割りの、位置関係を決めるのが、得意というか、そういうふうになってるわけですね。しかし、また部屋、例えば簡単な例でしますと、私たちが住んでいる部屋にしてもですね、直角が非常に多いわけです。ところが、それは人間の常識ですよね。そのまま人間の常識をですね、異星人に当てはめることは危険ですね。ということは、見ていただくと分かりますように、これ北極を上にして南極を下にしてぐるぐる回してみてるんですけども、あちこちでこの角度がこう不思議とこう一致していくんですね。角度というか線が一致する。斜めの線で行くんですけども、それがこの、30、60、120。で、北極から見ますと正五角形になるんですけどね、この正二十面体というのは。そういうその正二十面体ということです。これなぜそれを私気がついたかというとですね、北極からそれぞれの拠点引きますとね、18の倍数で出てくるんですね。18、36というように、72というように、この18の倍数の角度が多いんです。多いというか、それぞれの拠点のね、経度を調べますとですね、で、初めなぜこの18度という数字を使うのか理由が分からなかったんです。
まあ、私だったらということは人間のだったらということになるんですけども、まあ、90とかね、例えばあの45とか角度使うのになと思うんですけども、あの18の倍数が多いですね。特に72というのが多かったですね。で、なぜその72って初め気がつかなかったんですけど、これは五角形の中心角 の, あの角度が、まあ、72度なんですね。それを半分に割ると36、さらに半分に割ると18度という数字が出てくるんです。まあ、それで正二重面体に気がついたわけですけども、しかしこれはあのだからというとこれ全てが当てはまるわけじゃないということは、もっとさらに複雑な地図を使っているんじゃないかなと思います。それだけではあのただ単純にね、こういう正二重面体の地図であの全部が説明できるわけじゃないんですね。さらに細かくこの例えばここに、まあ、二等辺三角形がありますが、さらに細かく細分化して、まあ、例えば人間的に考えれば番号を振ってですね、地図というかその場所の位置を決めてたんじゃないのかなと思うんですね。ですから、まあちょっとこう角度的にその人間の常識とは考えられない角度が出てくるわけです。今度は南極から見てみましたけども、やっぱり南極についても同じなんですね。まあ、南極から見ると何度も言いますけど、当初はですね、彼らは南極にやってきましたね。中国の古典の中でも特に皇帝大慶という、まあ、中国、まあ東洋医学の原書になっているわけですけども、それなんかでは南の方が始点、司る点と書いて始点となってますよね。そして北の方、いわゆる北極の方を在線と言いまして、地下にあるということに書いてありますですね。この発想は人間の発想とはちょっと違うんですね。まあ、特に北半球に住んでいる人はそうなのかもしれませんけども、私たちはやっぱり、まあ、その常識というのはいつ作られるか、アインシュタインが言うのは、まあ、18歳の時に作られた偏見の塊であるというふうに言ってますけども、どうして北が上で南が下かというのは全く意味のないと言いますか、根拠のない発想なんですよね。まあ、ともかくも彼は、まあ、私どうしてこの、ね、南から南極から出たかということはですね、最初に非常に重要な拠点、例えばナズカにしてもそうですけども、120度の線がですね、南極から引けるんですね。でところが彼らはまあ、そちらの方は海が多いということもあったんでしょうか、分かりませんけども、やがて標識をですね、ハブ空港をですね、ナズカに移すんですね。でナズカに無数の線があって、その無数の線はそれぞれ の拠点を示しているんですね。いろんな説がありますが、まあ、皆さんは地面を、ね、這いつくばって下ばっかり見てるように研究なさってる方多いですから、少し視線を高くすれば簡単に解けるような謎でも解けないんですね。例えばグランドクロスにしても真上へ行けばテオディワカンだし、右の方へ行けばイードフだし、そのそばにあるとても綺麗なラインはですね、アテネへと向かってるわけです。しかもラインよく見て分かるんですけども、出発点が細くて離陸して行くところがですね、太くなっていくんですね。それは当然のことなんで、そうしないと10キロもあるような長い線の場合はですね、遠くが見えませんから、これもちょっと細分化してみたんですけども、こういうところに三角形がぴたりと一致するところがところどころ出てくるんですね。ところどころ出てくる。ですから、まあ、これ中の三角形は正三角形ですから、60、60、60 の, 割合でできてるんですけども、こういうふうにこの縦線横線の我々の見慣れた地図とはかなり異質のものであるということが、こういったそのあちこちの遺跡をですね、点と謎の点と線でつないでいきますと分かってくるということなんですね。それを見せしたくて、こうして、まあ、地球を回転させ、その上に正二重面体を当て、またそこの中のまたこの中の小さい正三角形をまた細分化することもできるんですよ。そうしますと今度はもっとね、ローカルなレベルでのその地図が出てくるわけです。ですから、まあ、どういうふうに位置づけしたか分かりませんけども、A の A の B とかね、A の E の C とか、A の C の B のところとかっていうのかって感じで、自分たちの位置を決めてたんじゃないかと思いますね。で、まあ、こういうふうにして合うということなんです。とても ユニークというか、まあ、人間の発想ではないという意味で楽しいですね、こういうのを見てますと。まあ、楽しいかどうかはそれは個人的な問題ですけど、これなんか線が完全に平行に一致するんですね。ですから今の白線とかね、ですからまあ私の考えではですよ、地図というのはこういうものではなかったのかなと思います。
皆さんはどうでしょうか。まあ、今ピヨピヨって鳴いてるのは今私の部屋にボタンインコが放し飼いになっていまして、それで近くでピヨピヨピヨって、まあ本当にいたずらのし放題でして、もうね電子辞書2台壊されましたし、パソコンのキーボードも抜かれましたし、それから書類を積んでいくんですけども、もうすぐガリ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 と破ってしまいます。まあそんなことはどうでもいいんですけども、要するにまあこうしてエイリアンの地図はできたのじゃないかなというふうに、またこういうふうに考えますと謎が解けていくんですね。なぜ60度が多いか120度が多いかということなんですね。でまあこれは9月7日ですから、今からもう、3、4ヶ月前に作ったビデオですけども、もう一回点を見てみようということで、この頃はまだ謎が謎だらけですしね、次から次と謎が浮かんできまして、自分でも収集がつかなかったことがあるんですね。でこれがイースタートですけど、これはもう直角三角形で、直角二等辺三角形でギザのピラミッドと同じ形なんですね。なぜみんなそんなことを、単純なことを認めないのか不思議ですね。そんなことできるわけじゃないじゃないかっておっしゃいますけど、与那国島を見てください。与那国島は完全に人工島ですね。はい、それを証明して幾何学的にきちんと書けるんですよ。まあ、それは与那国島のところを見てください。で例えばこれ当初発見したんですけども、この2つのピラミッドをつないで45度で90度で割りますとですね、これはまっすぐ地上岩間行くんですよ。でいろんな方をいろんなことをおっしゃってますね。皆さん星だとかなんとかってそんなことはやらないでしょうね。エイリアンの視点からして、そんな面倒くさいことを故郷に望郷の念を抱いて、ね、自分たちのやってきたオリオン座を、そんなことやらないですよ。またやる必要ありませんからね。簡単に飛んでいけるわけですから。そんなめめしいというか、そういったその感情というのはちょっと人間とは違うと思いますよ。宇宙へ飛び出すためにはですね、感情というものがね、あれは欲望でもいいんですけども、感情イコール欲望、欲望イコール感情、まあ人間はね、感情っていうのは脳内ホルモン説が今で分かってきましたけども、欲望イコール感情っていうのは大敵なんですね。それがありますと、その宇宙へ飛び出すことはできないですね。また危ない、ごめんなさい、今のあらボタンインコさんが今脱獄しましたね。まあいいですけども、これはイースター島とテオティワカンですけど、イースター島はですね、火山があったわけですけども、人工島って言いながら全く人工的に作ったわけじゃなくて、もともとあった島を削ったんだろうと思いますね。与那国島もそうです。土木技術に関してはすごいものを持ってますね。今度触れてみたいと思いますけども、なんと170キロにわたって直線を作った海岸もあるんですよ。その海岸がですね、あるところを示すんですけど、その証拠がつかめないもんですから、今ちょっと迷っているところです。まあ、ヒントとしては、スフィンクスが向いている方ですけども、まあ、ですから、イースター島はね、面白いというか、ここをいくら調べてもね、きちんとした角度が出てこないんです。まあ、ただ、この、いや、ナスカのこのグランド十字がですね、見えますか？今、線で矢印しましたと示した、ここでグランド十字架と私読んでますけど、大十字架ですね。この線はまっすぐ上へ行くと、テオティワカン行くんですよ。まあ、こういう宇宙的考古学を認めない人は、こういう話を全然信じてくれませんが、でも簡単なことなんですね。線1本引けばいいんですから。それから真横行きますと、これが、まあ、この時は知りませんでしたけど、エジプトのイードフ神殿行くんですね。なぜ上行くとそのテオティワカンが重要かというと、テオティワカンはこの地球上におけるハブ空港なんですね。でイーロフはその壁画なんかから見てわかるように、あれは宇宙へ飛び出すためのハブ空港だったんですね。ですからまあここにナスカの十字架というものが分かったわけであります。まあこれら4つがですね、この9月の段階では同時にできたんじゃないのかなっていうふうに私は思いました。では基準点はどこなのかということなんですけど、まあ、ここにヒント、正二十面体がありますね。この正二十面体を地球に当てはめてみますと、まあラインのね感じがよくわかるです。で私実際こうやって調べてみたんですけども、
これは不思議なんですね。一致するんですね。またあのギザと、まあ、一部分ですけどね、こうその当時一部分ですけども一致するんですね。まあ、よく見ていただくと分かりますけど、経度とですね、その姿勢20メーターの位置がですね、一致するというようなことから、これはただ偶然の位置とは言えませんね。よく見ていただきたいんですけどね。ギザと特にアンコールワットの位置がですね、72度になってくるんです。この72という字が最初はちょっと理解できなかったですね。D スタートとも70、E スタートはですね、ちょっと言い忘れましたけど、島を改造したんですけども、島ですからね、移動させることはできなかったんですね。まあ、そこら辺にエイリアンの技術力の限界があったんじゃないでしょうか。削ることはできるけども、移動させることはできないと。まあ、こういうふうにこの120メートルの中に、いろんなその、場所を置いてみるとですね、不思議なことに、なんて言いますか、一致してくる。まあ、この一部分ですけども、一致してくる。ですから、こういう地図も人間は一時考えたことあるんですね。まあ、で、さらにそれを細分化して、これをね、ダイメクションマップっていうんですね。ダイメクションマップって、これはそういう学者がっていうか、昔にですね、考えた地図です。この地図の素晴らしいところはですね、まあ、今言ってる場所の特定がしやすいっていうこととか、まあ、いろいろあるわけです。まあ、メルカル島の地図とは違いますね。で、さらにこれ、9月6日に、作ったビデオですけども、その中で、だんだん過去に戻ってきますから、過去ほどその原始的といいますか、そういうふうに理解していただければ嬉しいですね。ということです。で、これは、まあ、このね、この最初のライン、ナスカからギザのラインは、これは私が発見したことではありません。あとのことはすべて 100% 私が発見したことです。例えばこのラインね、30度行きますとね、上から、もう、あそこ行くんですよ、ストーンヘンジへ。ね、よくできてるんですよ。赤道と、北極からのラインを30度、右上の方に上がっていきますと、ストーンヘンジ行くんです。まあ、だからここではクエスチョンマークをつけておきましたけども、これがストーンヘンジなんですね。ですから、こういうふうに、非常に数学的というか、30、60、90というような数字でですね、まあ、なんて言いますか、アレンジされてるって私はよく使いますけども、アレンジされてるんですね。まあ、だからこういうことがだん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 分かってきまして、今日でも4ヶ月、まあ、本当に謎の点と線を調べてきましたが、正直言ってちょっと怖くなってきたですね。怖いということはですね、異星人というのはもう確実にいるわけですね。まあ、私たち夫婦は UFO を見てますから、巨大な UFO をね、しっかりと見てますから、それはもう事実なんですね。亡霊であるとか、スピリチュアルだとか、飛行機の見間違いだとか、いろんなこと言う人はいましたけども、とんでもない話ですよ。そんな、あの飛行機のはずはないわけですからね。ワイフもいつもそう言って、ですから、まあ、世間にそんな話をすることはできませんから、ずっと私たちの秘密っていうわけでもないんですけども、お互いに確認し合ったですね、もう本当に3ヶ月、半年ごとに、あれは本当だったんだね、そうだったよ、見たわよねって言って、そうでもしないと記憶から遠ざかってしまって、みんなに否定されますとね、なんか自分らがね、変なものみたいな錯覚に陥ってしまうんですね。じゃないんだと。私たちは見たんだと。見たものは見たんだって、それ以上のもんでもないし、それ以下のもんでもないわけですね。すべての事実はそこから始まってるわけです。ですから、こうやって調べてってもですね、エイリアンなら、エイリアンというか、UFO という乗り物をですよ、エイリアンが乗ってるならば、人間じゃありませんからね。それも1972年頃ですからね、私たちが見たのは。アメリカにもそんな飛行機はありませんでしたから。そういうようなことが原点になってますから、もう迷わないですね。迷う必要もないわけでして。そういうものはあるという大前提、まあ、大前提でっていうことでもないんですけども、ものを考えておけます。こういうふうにこう数字がですね、きちんと30、60って出てくるわけですね。あちこちで出てくるんですよ、皆さん。ですから皆さんももし、機会があったらといいますか、こういうふうにね、調べてみられたら面白いと思いますよ。クロスポイントはまっすぐ、イーストをね、まっすぐ南極行きますと、カタツジュータを通るんですね。初めエアーズロックかなと思ったんですけども。で、この線、まあ、先ほど言いました、これ冒頭で出ましたけど、この紫の線行きますと、ブライスのインタグラルですね。それからカオキア、それからサンペドマ。これはね、実に楽しいですから、皆さん繋いでみてください。
ま、一直線につながりますよ。サーペントマウントとプライスをつないでみればいいんですよ。そうしたらね、あのカフキアマウンズ、アメリカでも最大級のその遺跡がですね、古墳がですね、日本的に言えば古墳がですね、どん真ん中、どんぴしゃりにやってきますから、まあ、敦煌から60度、これはあの、敦煌からやる場合と、バックオークからくっつかれる場合と、ちょっとね、あの角度が違うもんですから、敦煌からやっていいのか、バックオークからやっていいのか、はたまた、そのギザから60度やっていいから分かりませんけど、お釈迦様のですね、あのブッダの生まれ故郷、そして、そう生まれ育ったルンビニを指さすわけです。でなぜこういうことになるかということですけども、その当時は9月の段階では、もう本当になぜなぜなぜということが毎日のように湧き上がってきましたですね、疑問として。そして、まあ、北極からですね、あの角度を測ってみますと、この時ですね、18の倍数がよく出て、見てくださいよ。この時はまだそんな五角形ということは気がつきませんでしたですね、私は。で17という数字出てきてるでしょ。それからこれが 106というのは18の6倍ですから、これ37は18の2倍であると。でそういうふうにこの18の倍数がよく出てきたんですね。ですからなぜ18なんだろうっていうふうに謎だったんですけども、それは先ほど言いましたように、この上に五角形を置いてみれば何でもないということなんですね。それに気がついたんです。でこれなぜ五角形なのかと言いますと、まあ、先ほど言いましたように、やがて正二十面体へと気がついていくわけです。この線と五角形のラインとが一致していることにどうか注目してください。それぞれの、まあ、プレハビヒアであるとかって、まあ、これはこういったおもちゃのような模型が、ね、あちこちで配られているそうですけども、こうしてその線が決まっていた。まあ、こういう地図を使ってた。というふうに、まあ、私はもう確信してますね。まあ、皆さんはまだ、林バカのこと言ってるなというふうに思われるかもしれませんけども、はい、まあ、皆さんのご判断にお任せいたします。この前提で考えていくと、まあ、本当に世界の謎、例えば、簡単に解けますね。先日も邪馬台国の謎を解きましたけど、まあ、皆さんいろんなことを、けんけんがくがくとその議論なさっていらっしゃるみたいですけど、私はあの謎5分で解きましたから、自慢じゃなくて、あんなのはちょっとね、宇宙から見ればね、大体解ける謎なんですよ、邪馬台国の謎なんて。あれもそうですね、坂船石にしても、松田の岩船にしても、まあ、簡単に解ける謎なんですよね。それはまあ、エイリアンはいない、エイリアンを認めないという大前提で話を進めていくものですから、なんて言いますか、話が矛盾してくるというか、理解できないんじゃないでしょうか。というようなことを言いますと、ね、大変叱られますので、はい、ということです。これは9月6日ですね。この頃は集中的にまあ、そういった地図というものに関心を持ちまして、まあ、角度に大変興味を持っておりました。まだね、初歩の段階といいますか、どうしてこんな数字が出てくるんだろうということで、興味を持っていました。そうですね、時々ね、間違えることあるんですよ、私も。それは角度の位置をね、そういう時は、それに続くビデオの方で訂正していきますから、そちらの方を見てください。長い間、Thank you very much。またね、お会いしましょう。さようなら。